と思ったら障害者になってます。障害があるんですか。昔から障害があるんです。捨ててる間に今度何もない、うん、あ、じゃあ荷物全部捨てられちゃったんですか。うん。どうもデンジャラス赤鬼ナキマト。そうだとカオルです。カオル重い。カオル重い。メガネ曇りまくれない。何も見えない。まあそんな感じでね、今週も、まあ、お腹を空かせて困っている方たちのために横浜のね某所にやってきたんですけど、なんと今日はコロナ明け初のね火曜日の炊き出しということで、多分この活動を始めたから1週間丸々とか2週間休んだことって1回もなかったんですよ。なので地下がどんな風になってるのかとか分かんないもんね。ということでね、皆さんチャンネル登録高評価押してもらって配っていきたいと思います。あーどうもどうも。今日もお弁当ね、うん、置いとこうかな、これね。うん、あ、分かった分かった。お腹空きました。うわ、嬉しいね、うん、一番最初お弁当だよ、うん、どうだろう、お味どうですか。すごい喜んでくれてる。うわー、こんだけね、美味しく食べてくれて嬉しいよね、うん、あー、よっちゃんめちゃくちゃ寝起きじゃんよ、ほんとに。あー、森田さん。あー、よかった。はい、どうぞ。うん。お弁当、置いてきますね。大丈夫ですか、こんなところで。あ、大丈夫です。この場所もいつも今日初めて。今日初めて、うん、今までどこにいらっしゃったんですか。北海道に行きました。北海道にいたんですか。ちなみになんで北海道からこっちに来たんですか。仕事やってたんだけど、おう、仕事なくなっちゃって、おう、来てればあるだろうと思ったんだけど、うん、なかなかないわ。お金もなくなっちゃったから、うん、気持ちよくて。そういう状況ですか。体悪いとことかあります。悪いとこったら障害者だったら障害があるんですか。昔から障害なんだ。そんな風に見えないけど、でちなみにどういった障害があるんですか。これ手だから、うん、ん、あ、あ、本当だ。違う、ちょっともうちょい、え、すごい、この脊椎カレーって言って骨が曲がる、骨が曲がってる。それ生まれつきなんだ、はい、それでなんかちっちゃい頃いじめられたりとかしませんでした。ああ、いじめられたんですよ。そうなんですね。それでもなんかこう強く生きてきて、で、今に至るんですね。そっか、じゃあ今もまだやっぱなんか仕事したいんですね。したいけど、携帯がないですよね。うん、ああ、携帯ないと一番厳しいから。うん、じゃあまた来ます。どうも。気をつけて、ありがとうございます。じゃあ、そうた、うん、ちょっとよかったらさ、うん、この後、お弁当、うん、ちょっと配ってもらってもいい？任せて。ありがとう。じゃあ今日はソータが困っている方たちに作ってくれたお弁当だから配ってもらおう。ね。お願いします。お願いします。よし。よし、行こう。お父さん、こんばんは。お弁当持ってきたんでよかったら食べてください。お父さん、体調大丈夫ですか？ちょっと辛い？え、どういう風に辛いですか？住むところもないし、うん。飲み水も来てない。あ、住むところも、はい、ご飯もない。ほら、一応仕事を捨てて、土木関係。うん。役所行って、うん。施設みたいな感じ、紹介されたんですけども、並行してないからって、心臓が悪いと言われて、急にダメって言われて、うん。皆さんも世話やってる、うん、その人に俺何回も電話しても出ないですもん。へえ、うん、ほんで結局その寮に所長とかいるじゃないですか、うん、そいつらがあいつら出てきたら雇いちゃうねんとか言うじゃないですか。ペットボトルあるじゃないですか、うん、はい、カラーとか、うん、捨ててこいって言って、捨ててる間に今度何もない。あ、じゃあ荷物全部捨てられちゃったんですか、うん、ひどい。前の職場で。じゃあ今はもう何にも何もない。だから雨だらしになって夜中の今みたいな状況で、でネットカフェとかもうんダメって
で、なんでダメって言ったら、この身分証がない。ああ。うん。まあ、言いますよね、警察に、ね。まあ、行ったら行ったら、ソープみたいな、そういうとこある。いくらよって。お前の口から言うな。どうしようもねえ人が言うとかだったら分かりますよ。ふざけて遊んでる。お前かって。その制服着ながら言うのかって。うん、で、マジかって言ったら、今度、ぶち切れた顔で、ああ、だったらよ、もう来るな。ああ、それでそれからずっと路上生活してるっていう感じなんですね。ずっとですね。施設に入ろうと思ったけど、こっちの区でもダメだったんですか？区でダメだっていうより、もう一人いたんですよね。若いやつ。まあ、俺と交流を使う、うん、そうした時に、心臓がどの子なんて。うん。その子、まず病院行ってどの子なんて。それでダメだったら、うちの病院入れないみたいな。うん。そうでしょうか。それでお兄さんも一緒に、施設に入れなくなっちゃったの？その子は俺、俺、OK。あ、その子は OK？ その子 OK で。まあ、じゃあもしかしたら、うん、お兄さんが正義感で強い口調で言っちゃったから、お兄さんはダメになっちゃったのかな？多分そうだと思うよ。今、連休中じゃないですか。だから今、役所行けないから、連休明けたら、もう一回役所行ってみた方がいいですよ。多分、うん、お兄さんが口調が強かったから、正義感も強いし、口調も強いから。正義感っていうより。そう、だから、もう一回役所行ってみて、もし、役所の方が、この前、すごい乱暴だったからというふうに思ってんだったら、その時は、ちょっと強く言っちゃったんだけど、もう一回、施設止めてくれませんかっていうふうに聞けば止めてくれるから。で、もし、連休明けても、ここに路上生活してたら、僕たち毎週月曜日と火曜日に、こうやってお弁当持ってきてるから、その時に寝袋とか、その眠りやすいようなものをあげるから、だまあ一応来週、マスク？マスク。ああ、マスクね。これ後で車行って持ってくるよ、したら。本当？うん、その白いマスクで大丈夫ですか、こういう。うん、あ、よかった。持ってくるよ、今。本当？うん。めっちゃ締め。ああ、じゃあ持ってこよう。彼いい子でしょ。すげえ。お兄さんみたいな困ってる人見ると我慢できないの？なんでって思うことない？あ、全然全然。こうやってお兄さんとかとお話するの好きなんですよ。なんでって思うもん、逆に。あ、確かにね。なんでやってんだって思うと思うんだけど、だってお兄さんだって一生懸命生きてるじゃないですか。人をそうそう簡単に死なねえもん。お兄さんももしかして自殺しようかなとか思ったことあるんですか？うん、あるな。あ、実際にやってみたこととかあります？そういうのはねえけど、酒がっぱり飲んで、うん、死んだな、うん、って思ったことあるけど、やっぱり人ってそう簡単に死なないし、何月、うん、飯食わなくても生きれますもんね。どうにもなった、今やつの、うん、お、お待たせしました。ああ、よかった。マスク、砂糖、よければこれおにぎりも食べてください。お、あとちょっと寝袋が今なかったんですけど、ちょっとした羽織れるブランケットも持ってきたんで、よかったらこちらも使ってください。悪いよ。気にしないでください。悪いよ。全然すみません。そこまでするなんかある？いや、困ってる方を目の前にして、やっぱ素通りされる方とかいるじゃないですか。もうそういうのはやっぱ助けないとっていう。すっげえな逆に逆に僕たちも困ってる時はいろんな方が助けてもらってるので、やっぱ困ってる方を見たら助けないとっていうのは。すげえと思う。こんなに人によくしてもらったことってあります？自分がしてるかな、うん、人を助けてるんですか？劇場で施設を行った時に若いのに、もう一人の子のね、人に優しくしたら絶対自分に返ってくる。最後に、お互いがこの1週間頑張って生き抜くぞっていうグータッチなんかね。こっち頑張りましょう、お互い。よし。お兄さん笑顔が素敵だから、うん、本当にすごい優しい心の方だなっていうのは、ね、本当に顔に。じゃあまた来ます。体調の管理だけ気をつけてください。じゃあまた。ありがとうございます。よし、どうも。なんか日焼けしました？いや、今日日焼けしちゃった。そこの野球を見てて、マキマがね、釣り行ってね、日焼けして顔の皮膚がすごい抜けてきちゃって今ガッサガサなんですよ。ボロボロになっちゃってるんですよ。
だ綿さんも多分数日後こうなるんで。自分大丈夫ですよ。大丈夫ですか？うん。綿さんに去年会った時、路上生活したてで、もう日焼けとかめちゃめちゃしてましたもんね。そうですね。真っ黒で。真っ黒だったんですね。で全部拾った服でずぶ濡れで半ズボンでね、そう秋にねいたんですよね。去年の10月何日、うん、初めて YouTube とかあったので1周年パーティーやりますじゃあ今日はちょっと遅くなっちゃったんで、はい、ね、いいそろそろ行きますね、はい、失礼します。おやすみなさい。ありがとうございます。じゃあまた、はい、おやすみなさい。どうも。はい、ということでね、おいちそうたの塩だれ野菜炒めと、うん、スパサラ、うんうん、そしてご支援のお弁当全部配り終わりました。やったー。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。コロナ明けて一番最初の火曜日のお弁当配りにはなったんだけど、今日はね、そうたがすごい率先してお弁当配ってくれて、うん、今日はね、すごいそうたが話聞いてくれたんで、カオルもね、ボランティアの方と一緒に、はい、僕たちの借りるお弁当バーって配ってくれてたんで、本当にみんなのおかげで食われたので良かったなと思います。はい、ということでね、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。メンバーの SNS がね、概要欄に貼ってあるんでね、ぜひそちらもご覧ください。そしてフォローをお願いします。それでは次回の動画でしましょう。じゃあね。